大将グレゴリウス勲章体制、グレゴリウス勲章はローマ教皇から授与される騎士団勲章5つのうち1つ。名称は西暦600年頃のローマ教皇、グレゴリウス1世に由来する。1831年9月1日にローマ教皇グレゴリウス16世が創設した。個人としてローマ教皇庁やカトリック教会に対し貢献した。 一般人を検証するためのもので、カトリック信徒以外も対象となっている。通常は教区司教の推薦が教皇大使を通してバチカン国務長官に取り継がれ、それに基づき騎士団員に任命される。その栄誉に対していかなる義務も伴わない。勲章は騎士団員の証として授与される。正面に大将グレゴリウスの肖像。 裏面に、兵庫プロデウィプリンチペが記された赤い丸太十字で赤字金縁の十に、文官は月桂官、武官はトロフィー・オブ・アームズを介して下げる。等級は3つあるが、このうち司令官については、聖書ありとなしの区分があり、実質4等級となっている。左から、騎士、司令官、司令官、 第十字グレゴリウス十六世が1831年9月1日付、教皇書館、クアドサムスにより創設。当初は、教皇領における、公務上の貢献に報いるためのものであり、武官と文官の二部門に分かれていた。ピウス十世による1905年の教皇、騎士団改革により、二部門それぞれに、ピウス旧世騎士団と似た等級が設定された。 かつて男性に限られていたが、1994年、ヨハネ・パウロ2世が女性にも対象を拡大した。ありがとうございます。